どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はサブちゃんの曲いきます。北島三郎さんの函館の人、女と書いて人。これなんとこの曲1965年のリリースでございましてですね、これはもうヴィンテージソングです。いろんな世代で弾いちゃいましょう。これはですね、演奏しておじいちゃんおばあちゃんと歌う、こういうのもね最高だと思いますが、いつものように2バージョンをやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした初心者様向け簡単バージョンは、なんとコード3つ、やったー。 C と Am と G7 だけ。これはね画期的です。ありがとうございます。はい、後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはねレトロビートっていうねちょっとかっこいいリズムでやりますね。こっちもお見逃しなく2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、思い出の曲、カラオケ歌ったり聴いたりするのもいいですけど、これ生演奏でね自分で弾いたりとかこう弾いてあげたりとかして、これねこういうねここだけで収まる音楽っていうかね、このコンパクトな音楽やりましょう。とはいえ楽器苦手だなとか、私はちょっと不器用だから楽器とか無理ですという方、ウクレレだったらすぐできますよ。ウクレレはね簡単なんです。簡単だけどやってみたら分かる。どんどんハマる、奥が深いんですよ。だからできたと思ってもまた次が出てくるって感じで、もう飽きることがない。もう本当これ脳トレにもなるし、本当に最高です。ぜひ皆さん始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけでどんどんウクレレで音楽ができるようになります。もう少ししたらこの辺にリンクを貼ります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ、ま、もうできちゃったってすぐなりますからね。はい、YouTube ですからいつでもどこでもスマホでも見られるし、ちょっとした隙間時間にね音楽ができるんですよ。これが素晴らしい。しかも無料でやりましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズがトリニと見たれたありとあらゆる音楽がもうウクレレで簡単に弾けるようにしてレッスン動画が上がってるんですけど、その曲数1000曲以上。選曲ですよ。すごいでしょ。はい。今日みたいな昭和の夏目を演歌みたいな曲からね、最新 J-POP、定番 J-POP、歌謡曲、洋楽、ハワイアン、映画の曲、アニメソング、何でもかんでもウクレレで簡単に弾こうということでレッスン動画上げてます。さっきのリンクのところに行くと、曲名検索、歌手別検索と、ジャンルボックスから選べたりするようになってますんで、どんどん切り抜く曲をやっちゃいましょう。昭和の夏目をここに貼っときましょう。昭和の夏目の名曲多いんでね、皆さんどんどんやってみましょうね。はい。それでは行きましょう。函館の人、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー。はるばる来たぜ函館、さあ乾く波を乗り越えて、あとは追うだと言いながら後ろ姿で泣いてた君を思い出すたび、会いたくてとても我慢ができなかったよ。山の頂きで七つの星も呼んでいる、そんな気がして来てみたが、明かりさざめく初風町は君の噂も消え果てて、時の潮風心に染みる。せーの、北島三郎サブちゃんの函館の人、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。ぶっちゃけ言います。これ結構気持ちいいですね。気持ちがいい。これね、あともう一個、ちょっとやっていいですかね。はーるばる、来たぜ酒茶漬け。でしょ、やっぱり思い出すの。あなたと
食べたい酒茶漬け。こっちの方がね、私子供心よく覚えてるんですけど、まあ、こういうのもね、面白いと思うんですけれども、はい。ガズレレ流でシンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、コード3つですよ。さっきも言ったけど、C と Aマイナーと G7、この超入門コード3つでできちゃうんですよ。これだから、あれだな、僕はもうデイサービスとか老人ホームとかにお勤めの方、これ3つのコード覚えて、お年寄りと一緒に歌うとかも、これ最高だと思うんで、ぜひちょっとトライしてみてください。で、周りのね、方で、そういうところにお勤めの方にちょっと教えてあげるとか、そういうのがいいと思いますよ。はい。で、今のバージョンは、本当は3番まであるんですけど、2番までやったってことで、3番やりたい方も、コード進行全く一緒ですから、歌詞を書いて、自分で、歌のね、この楽譜作ってください。で、テロップと一緒にできた方も、ノートに自分で書いてくださいね。そうしないと、ほら、誰かの YouTube 見ながらやるわけいかないから。それ自分で書いた紙を見ながら、みんなで一緒に弾いたりとか、いずれ覚えちゃうのがいいと思いますけど、その時の参考になるように私のノートを見ていただきたいと思います。はい。ごたての人ーつってね。はい、今のは本当はね、前奏とか間奏とかすごく長いんですけど、まあこれは本当にすぐ歌えるようなガズレレルでも歌うところだけやってます。超シンプル。なんですけど、この曲の中でその作りが面白いっていうか、この、見てください。まずこれ、普通大体これ4つで分かれてるんだけど、こう2個になってたり、ここが C が3ブロックで、ここ A こう、なんかね、これ面白いんですよ。そういうところもちょっと、ああ、ここちょっとこういう風に作られてんだということをこう認識していて。まずは1番移しておきます。これはシンプルですからね、いいと思いますよ。はい。ここがつまり間奏になるってことですね。はい、じゃあこう2番。全くコード進行一緒で歌詞が変わります。3番もコード進行全く一緒で歌詞が変わるだけなんで。ぜひやってみてください。はい、さっきも何回も言ってた、出てくるコードは C と Am と G7。超絶入門コードです、これは。もうウクレレ習ったその日に覚えるコードですからね。これはね、やったという感じなんですけど、コード3つ、はあ、これね。でも一応今日は、これ超入門コードなんですけども、一応これをシェアしたいです。ガズレレ必須コード。ウクレレで音楽始めようと思う方、コードっていうのをね、まあ覚えなきゃいけないんですけど、10個ぐらいのコードを基本最初に覚えちゃえば、ほぼね、この、まあ、ウクレレにとってものすごく便利なコードなんで、本当に覚えてもらいたい。10個なんですよ。で、それをガズレレ必須コードと言っていいんですけど、10個もあるのかとか思うでしょ。だけど、1個ずつ見ると簡単なんです。今日出てくるコード C とか Am とか指1本なんですよ。こういうのも含めての10個なんでね、ぜひちょっと取り組んでみてください。なんだけどね、10個覚えるのなかなか大変ですよ。だから、コツがいります。コツがいる。それを分かりやすく解説している動画、ここに貼っときます。ガズさんがめちゃくちゃ分かりやすい動画撮ってますんで。もうね、楽しく覚えるのがポイントになります。まだお時間ある時にここでガズレレ必須コードマスターしておいてください。今日はひとまず C と Am と G7、この超入門コードでやってみました。はい、それではですね、今日はかっこいいバージョン、ここから入っていきます。かっこいいバージョンはですね、急にリズム、渋くてかっこいいくて、ちっと難しいリズム登場です。はい、久々登場、ドン！レトロビート。レトロビートっていうリズムを、まあこれガズレ、私が勝手に命名してるだけですね。こんな感じ。レトロでしょ。このドロー、このこと、ドゥンドゥルンダンダ、チッタ、ドゥンドゥルンダンダ、ちょっとレトロ感が出る。このリズムがね、渋いんですよ。これ、北島三郎さんのその音源というか、その CD 聴いてもこういう感じのイメージのリズムが入ってるんでね。これはぜひちょっとやりたいです。で、まあ難しいんで、ちょっと難しいと思った方は、8ビートというリズムからやってみてください。これ結構ね、演歌としては結構元気で、こう、なんか夢があるような感じの曲なんで、こう、ウキウキ感があってもいいんじゃないかなって感じがしますね。なんで、レトロビートに挑戦したい方、ぜひやってみてください。で、8ビート、なんとかできるかなという方は8ビートでやってみてください。まあ一応この2つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、レトロビート、8ビート。ちょっと練習してみてください。ちなみにレトロビートっていうのは結構ね、奥が深くって、まず何もこういうのストロークって言うんですけど、こういうのやったことない人は8ビートからやってください。で、ちなみにレトロビートは8ビートのチャができない、できてないとレトロビートに進めません。つまり8ビートの発展型なんですよね、レトロビートっていうのは。なんでまず8ビートからですよ。じゃじゃんじゃじゃんじゃ、これが基本。その後に、じゃんちゃちゃんちゃちゃ、このちゃが入ってくるんですよね。はい、動画、さっきのリンクのところにもありますけど、これができた後に、じゃんどろだんだちゃ、このちゃも入ってるわけ。だんだんだちゃぱ、だんだんだんだちゃぱ。はい。
なんで結構思ったよりもこれ結構こうなんていうのかな、ハイレベルな弾き方なんですけど、もうそんなのね、あの体に染み込ませてこう楽しくできるようなリズムをものにしていくと、またね音楽のレベルがガーッと上がりますんで、はい、ぜひ楽しくリズムをマスターしてください。それでは次々にね説明、決めなど入ってくるんで説明します。ここはね、じゃあここをやってみましょう。はい、あとは青なといいなら、ここタッタって書いてあるんです。ここ読んで字のごとくこうタッタって止めます。ちょっとやってみようかな。さあ鎌倉国乗り越えて、次ですよ、ワンツースリーフォー、あとは青なといいながら、ここからも普通のレトロビートになってる。だとはた、たとえお、はい、このタッタッ、Aマイナーでタッタッと止める。止めるのは右手でパッてこうやって瞬間的に止めれてもいいし、まあカッティングっていう技ができる人は左手でこう止める。弦をパッ、触れて、触って止める。こういうのも綺麗があっていいかなと思いますけど、まあ一応なんかこうちょっと雰囲気を変えるということですね。あともう一箇所。とても我慢がのところでここ、タッタだ。さっきのシンプル簡単バージョンをここジャーっと伸ばしたんですけど、今度タッタっていう感じで、一回止めて一回伸ばす。ちょっとやってみましょうか。とても我慢が、ワン、ツー、スリー、フォー。できなかったよ。こんな感じ。ジャッ、ジャー。はい。そのジャーの伸ばすときも、親指でドロロロンってこう、トロロロンってやるのがいいかな。できなかったよ。こんな感じ。あ、ちょっともう一回レトロビート入ってみる。できなかったよ。こんな感じ。ダン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 。はい。キメが入ると、レトロビートがこう、なんかこう、ブレないようにね、こう安定したリズムがいいと思うんですけど。はい。こんな感じでやってみようと思います。だから2箇所曲の中でキメが入ってくるわけでございます。はい。全体的にはレトロビートで、こう、まあ、ウキウキ感がちょっと出てても、この曲はいいかなと、ハッピー演歌みたいな感じのイメージがね。でも歌詞を見るとやっぱちょっと寂しいのかな。まあまあ、そんな感じのね、あの、面白い、ちょっとパワフルな演歌だなと思いますね。これ、いろんな世代を超えて、思いっきりも心を込めてね、歌いましょう。函館、ちょっと行ったことないですけどね。はい。じゃあ、行きますよ。函館の人、ガズレレリュー、かっこいいバージョン、やってみる。北風函館さあ鎌倉海を乗り越えて、あとは女と言いながら、後ろ姿で泣いてた君を思い出すたび会いたくて、ワンツー、函館山の頂で、ああ夏の星を呼んでいる、そんな気がして来てみたが、赤いさざめくまず風潮は君の噂も消え当てて、おお気の潮風心に染みる、せーの、北島三郎さん、サブちゃんの函館の人、ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。はぁ、テンションが上がっちゃいます。はい。気持ちがいい。気持ちがいいです。はい、どうも、ほんとね。演歌はやっぱりね、いいですね。はい、皆さんこれ、もう冬、演歌、ウクレレ。この取り合わせ、こたつとみかんとウクレレと演歌、いきましょう。はい。よろしくお願いします。はい。音楽ってほんとね、面白いですよね。ウクレレでやるとまたちょっと世界観が変わる。どんどん楽しんでいきましょう。いろんな世代で。楽しみましょう。ありがとうございます。さあ、ガズレレ関係のお知らせですけど、ちょっと最新情報としては、このリュックサック、ちょっとこれ例のコロナウイルス問題でちょっと流通が止まってまして、今ね、ちょっと予約注文一回できなくなっております。ちょっとご案内も出してますので、ホームページご覧になってください。すいません。あとほら、使ってるね、このガズの若者ウクレレ、こちらの方も、事前予約注文を受け付けているものもありますけど、ちょっと、品切れを起こしているものもあります。すごい今、種類が増えてますんでね。ちょっとその辺もご確認くださいね。よろしくお願いします。イベント情報、2月16日、今度の日曜日、埼玉県川口イオンモールでガズレレイベント開催。もう相当な数のお申し込みをいただいております。ありがとうございます。まだ入れますんで、ちょっと迷ってる方
お急ぎくださいませ。ウクレレ持ってきてください。今回は8ビートの特訓っていうね、ちょっと虎の巻もやりますけれども、基本的にはもうみんなでワイワイ楽しい。いろんな私がね、その今後のね、皆さんの音楽人生がなんかこう変わるような、なんかこう題材になるようなこともいっぱいお話しして、もう本当にね、いいイベントになると思います。ぜひ皆さんお越しください。お一人様も大歓迎。お仲間同士、家族同士ももちろん大歓迎でございます。お待ちしております。イベントはこの風にどん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 続いていきます。水戸に行って、佐賀に行って、葛西、どんどんやります。皆さん、イベント、ぜひ来てください。会いましょう。一緒に歌いましょう。よろしくお願いします。あと、ガズレシピというガズレのアプリ。こちらの皆さん、だいぶご活用いただいているようで、も本当に大感謝です。とりあえず、アプリのダウンロード自体は無料になってますんで、ちょっとひとまずね、落とすだけ落としておいてください。これからこっちもどんどんパワーアップしていく予定でございます。あと、リットミュージックから出てるこの本ね。この本、これ。これももう累計でこの2冊合わせてもう5万部に迫るという勢いで大ヒットを進んでおります。これもご活用ください。これね、とにかく簡単、楽しい、楽。これにつきます。音楽は音に楽しいと書いて音楽ですから。楽しんでいきましょう。はい、そんなことで、とにかくガズレレホームページね、ガズレレ .com を見とくと、いろいろわかりますんで、よろしくお願いいたします。はい、寒くて、なんかいろいろウイルスとかあるけれども、音楽で免疫力アップ。やっぱり好きな歌を歌って楽しいってことが免疫を上げるわけです。そうやって、いい世の中にしていきましょう。ありがとうございます。さようなら。